こんにちは。今回の動画なんですけれども、当チャンネルを昔からご覧になられていた方はご存知かもしれないんですが、車系のレビューをよくやっておりました。で、今最近はカーガジェットのレビューをメインにやってるんですけれども、久しぶりに車の車内レビューみたいな形でカー用品のレビューをしていきたいと思います。で、もうすでにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけれども、普通ついてない装備ですよね。こちらの方のは、ボクシーに乗られてる方はもうご存知の方も多いと思うんですが、今回はですね、エンブレム M カーストアさんからリリースされております、ノアボクシーの専用のセンターコンソール周りのカー用品ご紹介をしていきたいと思います。で、今回結構あるので、まず一つずつ名前を述べていこうと思うんですけれども、こちら、ヘッドレスト。これ。ホンダ車ご存知の方は、見覚えのある方もいらっしゃるかもしれないんですが、これ、オデッセイですよね。オデッセイ風の、このアームレスト。で、オデッセイのオーナーの方は、もうこのアームレストの良さをご存知の方はもう多いと思いますが、これをつけることによって非常に快適にドライブができるというのがまず一つあります。で、それがまず一つですね。で、二つ目。これも見覚えの、ない。センターコンソールになるんですけれども、なんとこれ、ボクシーの90系のハイブリッドなんですけれども、センターコンソールがついちゃうという、そういった代物となっております。で、ノアボクシーっていうのは、ここ、ウォークスルーができないんですね。で、ガソリンとかですとウォークスルーができる仕様のものもあるんですが、すでにハイブリッドの場合ですと、センターコンソールがあって、なおかつドリンクホルダーがついていて、もうここの部分って固定になっちゃってます。ですけれども、今回のこのエンブレム M カーストアさんはですね、非常に考えてものを作られておりまして、私もこれ忖度全くなしでつけてみて思ったんですけれども、あ、よく考えて作られてるなという印象で、こちらセンターコンソールですね。それからもう一つあります。で、それが何かと言いますと、一度カメラの方を移動します。今、後ろに移動したんですけれども、このように、これ全部、この、エンブレム M さんの用品になっているので、すべてつけてもちゃんと使えるような設定になっておりまして、ここ。はい。こうやって開けるんですけれども、センターコンソール内の、まあ、セパレーターみたいな役割を果たすものですね。こちら。それから、今度はね、スライドドアになるんですが、こちらです。なんとここにスライドドアのオープンとクローズボタンがついているんですけれども、これがですね、また使ってみないと良さがわからないと思うんですけれども、非常に重宝するアイテムとなっておりますんで、この4点のカー用品、エンブレム、M さんのリリースしております製品、レビュー、それから私の率直な感想を今回はご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。まずはですね、この三脚使ってやってて、三脚の位置合わせが結構大変なので、スライドドアからまず行っていこうと思うんですけれども、このボタン式のスライドドアの良さというのが、おそらくわからないと思いますんで、まずはデモやっていきたいと思いますね。で、まずなんですけども、通常はこれついてません。で、ついてない時の操作をまずご覧いただければと思うんですけれども、それがこうなります。で、ここにですね、トヨタの場合でしたら、スライドドアのボタンがついております。で、閉めます。まあ当たり前なんですけど、ボタンを押せば閉まります。それも当たり前ですね。で、今度ボタン開けます。あ、今度ボタンを押して開けます。まあ、ボタン押せば開きますよね、というのは、まあ、当たり前だと思います。で、ノアボクの場合ね、もう一つ開け方っていうのが実はありまして、こちらになります。ちょっと今、スイッパ脱げちゃったんですけど、このように、ハンズフリーで開け閉めもできるということなんですが、
トヨタ車を乗ってない、トヨタ車に乗っていないとわからないっていうのはどういうことかと言いますと、開ける閉めるだけでは実はないんですよ、この機能っていうのは。どういうことかと言いますと、これ途中で止められるんですね、ボタンを押せば。で、今これ途中で止めました。で、次どうなるかというと、次閉まります。わかりますでしょうか。開けますよね。止まります。止まったら次は閉まるんですよ。こういうプログラムになってるんですよ。で、アルファード、私40系のアルファードも少しレビューさせていただいてるんですけど、どうなってるかと言いますと、このボタンが開ける閉めるという2つのボタンがつくようになってます。だから強制的に開けたい閉めたいっていうことがボタンの操作によってできるということなんです。例えばこうですよね。で、ボタンを押しました。で、これ押すと閉まっちゃうんですよ。なんですけど、ボタンが2つついてることによって、さらに開けるということもできるっていうことになります。もう薄々お分かりの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあその場合、まあこれでも内側のノブ、中のノブでももちろん閉まっちゃうんですけど、で、こうなったら次開きます。うん、これだとちょっと不便じゃないですか、いちいち。で、それをボタンによって自分の意のままにスライドドアの開閉ができるようにしたっていうのが、こちらのボタン式のスライドドアになるということになるんです。お分かりいただけましたでしょうか。で、これちなみにこちらがオープンで、こっちがクローズなんですね。ちょっとやってみたいと思うんですけど、はい、これ今クローズで、通常ノーマルですとこれ今度開くわけなんですけれども、閉めることができます。はい、こんな感じでできるということなんですよ。で、今度逆のパターンでやってみます。止めちゃったんで、また閉めることになるわけなんですけど、開けたい、はい、こういう感じで開けることができるということなんですね。で、今のスライドドアってさらに進化していて、このように途中で止まるようになってます。で、かつボタンがオープンとクローズと両方ついてるというのが、今の最新のノアボクシーから始まった機構になっていて、またアルファードからここの部分なんですけどね、このノブの部分にオープンクローズのボタンがついて、意のままに操作が、より意のままに操作ができるようになったということです。それがエンブレム M さんのオリジナル商品は、外ではないんですけれども、このようにここにつけることによって、外からでも中からでも操作が可能になったということで、非常に重宝するアイテムであるということになります。そこがこのスライドドアのオープンクローズキットを導入する最大のメリットになるということになります。ちなみに余談なんですけれども、私の車はここオプションになるんですけども、リアゲートなんですが、ここ開閉ができる、これでオープンで、クローズのボタンが止まります。まあもちろんで、これで閉まるわけです。リアハッチに関してはこのようにオープンとクローズとボタンが2つ分かれてついているので、きめ細かにこうやって操作ができるんですよ。で、もちろん今これ止まってます。開けたい場合はもう一回ボタン、こっちをオープンのボタンを押せばいいです。で、閉めたい場合はまたこのように閉めることもできると、この機能がスライドドアにもついたということに、つけられるということが、エンブレム M さんの製品のセールスポイントになっているということになります。エンブレム M さんにはこの4つのカー用品全部まとめてくれということなんですけども、結構長くなっちゃうかもしれないんですが、ご容赦いただければと思います。で、今度車内からですね、やってみたいと思います。まあ同じことなんですけれど、このように
閉めたいという場合はここで閉める。で、開け閉めをするのは別にここじゃなくてもいいじゃないですか。で、ノアボクシーの場合はロングスライドになってるんで、ここ手が届かないということなんで、メインは外で操作する場合ということになります。車内で操作する場合は、まあ圧倒的にこちらを使った方がいいですし、まあ途中で止めるなんていうことは基本的には車内ではないんですけれども、外で使う場合です。外で開け閉めをするときに、開ける閉めるということを 100% 行うわけじゃなくて、このように閉めてるときに途中で開けたい、はい、このような形で、そういう操作が外でスライドドアを使うときには、まあ、要求されるということで非常に重宝しているということになります。で、気になる取り付けなんですけれども、取り付け方法なんですが、もうこれは簡単でして、中にボタン電池が入っています。まあ、ボタン電池になっているのでリモコンと同じなんですけれども、まあ、このトヨタのこのスマートキーもボタン電池になってますが、同じ構造のものになっております。なのでバッテリーが切れちゃったらボタン電池交換する必要っていうのはあるんですけれども、ここ取り外すのはすごく簡単なので、単なるカバーになってますので、カバーになっていてワイヤレスになっているということになります。これが要するにワイヤレスの鍵みたいなイメージになります。じゃあユニットはどこにあるのかっていうと、ここにあります。はい、ここにユニットがあります。ここにというのはこの裏ですね。で、これ自体を外さなきゃいけないんですけれども、外し方も割と簡単というか、それなりの道具を使う必要というのがありますので、私からアナウンスさせていただきます。これが付属のヘラなんですけれども、とにかく外すときというのは道具が重要です。で、正直この付属のヘラだと外れません。そのぐらいここすっごい硬くなってます。写真を見ていただくとお分かりいただける通りなんですけれども、爪がダブルになってますんで、もう引っ張ってもなかなか外れないようになってる。そこが非常にトヨタらしい設計だなっていうふうに思うんですけれども、こういった業務用のヘラ、こういう頑丈なヘラですね、こういったもの、またはこういったヘラを使っていただく方がよろしいかと思います。工具をケチってしまうと、結果的にこういった肉厚が薄いところ、こういったところから刺して、で、抜いていくわけなんですけども、割れたりする危険性っていうのがありますんで、確実に工具はいいものを使った方がいいと思います。まあ、それによって全く問題なく、傷つけることなく、綺麗に取り外しができて、ユニット自体を埋め込むことができるということになります。これがまず一つ目の皆様にご紹介したいアイテム。これね、すごくね、使い勝手がいいです、正直言って。で、子供も操作がしやすいですよね、すごく。もう一度お見せするんですけれども、これですね。これ、下がオープンで上がクローズになってますんで、非常にわかりやすい。子供にも操作がしやすくなっているということで、非常に重宝するアイテムということで、まず一つ目ご紹介させていただきました。で、続きましてセンターコンソール周り、こちらの方もすごくノアボクシーのオーナーの方には興味深いアイテムと思いますので、引き続きご覧になっていただければと思います。次なんですけども、センターコンソール内のセパレーターですね。メインの紹介が最後になってしまうということをご了承いただければと思うんですけども、こちらです。はい。はい、このように、これもですね、実際私これ製品届いて、あ、別にこんなのいらねえなって正直思ってたんですよ。でも、これね、使ってみるとすごい感動なんですよね。で、なんで最初これ、こんなの別にいらねえんだけどなって思ったのは、これ、実はですね、このように、上と下、セパレートできるんですよね。で、私、これ、
もう完全にセンターコンソールの中に入れるものなのかなって最初思ってたんですけど、なんとこれ2階建てになるっていうことなんですよ。で、下は私、まあレビューとかよくやってるんで、こういったケーブル系ですね。入れてるんですけれど、これもね、ごちゃごちゃになっちゃうんですよね。これだけだと。だから、下もちょっとこう、整理したいなって思ってたんですけど、こういったですね、いいものが世の中にあるということで、すごく感動しています。しかもこれ、何気ないところなんですが、はい。このようにですね、輝度調整というか、明るさ調整機構までついちゃってるということなので、ずーっとつきっぱではありません。この辺もしっかりこだわって作られてるな、ということですし、で、こういった AI ボックスのリモコンでしたり、また配線関係、それから、こういった AI ボックスの、これ HDMI ですね。これ変換のアダプターであったりとか。まあ本来でしたらここ、もうちょっと、ズームアップ、ズームしますけど、ここに小銭を入れたりですね。したりとか、できるわけですけど、あとこういったねじり子ですね。こういうのも結構配線作業とかあって使うんですけど、私こういうの捨てないで取っとくタイプなんですが、まあこういうものをこういったところにしまったりとかですね、できるので、すごくですね、使い勝手がいいなって思います。で、ぶっちゃけですね、私、まあこんなことあんまり言っちゃいけないかもしれないんですけど、個人事業主として私仕事してるんですね。なので、正直、クライアントさんから提供いただいた製品、雑所得として基本的にはもうお金に変えちゃうパターンというのが多いです。正直なところ。でも、残ってるものに関してはすごくいいなと思って使ってます。なので、ちょっと余談なんですけども、今こちら。これアイセルっていうバッテリーですね。駐車干渉のバッテリーだったり、こちら。MD、MAXE の MDR の A001B とかね。もうこういうのって、もう、ど定番というか、もう鉄板商品なんですよ、正直言って。だから全く売ろうと思うことが全然ない。あとこういった、また後ほどご紹介するんですけど、今私が一番気に入ってる AI ボックス。で、また、オートキャストの P3 というのが入ってくるんで、そちらの方もご紹介するんですけど、今のところ、こちら、すごく、いい AI ボックス、使い勝手のいい AI ボックスということで私使ってます。なので、いいものは残してます。ですけど、やっぱり今一つだなっていうものは、もう基本的に私は個人事業として収入ですね、作らなければならないので、雑所得ということでもう売却をしているという状況ですね。まあ、ヤフーオークションで売却してるんですけど、興味のある方はご覧になっていただければと思います。まあ、それですね。これ自体ですね。すごくいいです、これ。本当に感動的というか、これ、純正で設定するべきだなと思うんですけど、こういうところがアフターが展開する仕事だということが言えるんじゃないかと思います。はい。このような形でパッと締められます。三つ目なんですけれども、これもすっげえいいなって思ってたというか、実は私、オデッセイのレビューを昔したことがあって、オデッセイについてたヘッドアームレストなんですよ、これ。これがですね、製品化されてるということで、おそらくエンブレム M さんもオデッセイのこと知ってて、これあったらいいんじゃないのと思って、これおそらく企画されて作られたんだと思うんですけど、もうね、これね、使っちゃうと、もう手放せないです、正直言って。で、正直、ノアボクシーって、もともと標準これじゃないですか。この、ペラペラな、こういう、アームレストなんですよ。なんか折れちゃいそうな、そういうアームレストで。で、この表面積がすごい狭いんですね。で、これ表面積狭いとどういうことが起きるかというと、腕にかかる面圧のかかり具合が強くなるんですよ。だからね、腕が痛くなるんですよね。もうちょっとくつろげるような仕様のアームレストが欲しいなっていうのがね、正直なところなんですよ。で、それがですね、これになるんですね。これね、すごくね、いいですよ。もし機会があるんでしたら、今の新型にも確かついてたと思うんですけど、先代のオデッセイには間違いなくついてますんで、先代のオデッセイからこれ採用されてるんですけれども、
実際にオデッセイを見に行かれて、こちらヘッドレスト試してみてください。これすごくいいですから、もうとにかくこれはもう使ってみないと良さというのがわからない、もうそういったものになるんですけれども、まあ実際私が運転席に乗り込んでちょっと使ってみたいと思うんですけど、まあ通常こういう感じですね。で、もうソファーに乗ってるかのような形でドライブができるっていうことなんですよ。でここがもう広いだけで、もうこの腕ですね、この部分、底面の部分がすごくね楽になる。しかもすっげえくつろいでドライブすることができるっていうことなんですよ。もうこれだけでももう価格以上の良さっていうものをしっかりと備えているし、また正直言ってですね、ここのセンターコンソール、これ安っぽいじゃないですか。樹脂丸出しというかプラスチックなものになってて表皮がついてない、これ安っぽいですし、なのでメーカーによっては表皮がついているこういったカバーみたいなものも売られてたりするんですけれども、この腕の置き場がすごく楽になって、かつセンターコンソールの目隠しにもなるということなわけですね。まあ、見た目もすごく高級感というものが出てきますし、機能性と見た目、その辺がものすごく同率されるアイテムであるということです。でこのようにオデッセイもそうなんですけど、こういうふうに格納というか立たせることもできる。で立たせる理由っていうのはこのセンターコンソールですね、このボックスを開けるときですね、干渉もしない。で先ほどのこのセパレーターがついてる、もう車が圧倒的に様変わりするそういったものです。で価格もですね、楽天市場の EC サイト見ていただければと思うんですけれど、一つ一つの価格もものすごく安いものになってます。まあ、こういうふうに立たせることももちろんできるわけですね。こんな感じで、まあ、そうするとあと最後にご紹介するんですけど、このようにセンターコンソールボックス、こういったものも使えるようになるということなわけです。でもちろん不要な場合は後ろに向けるということもできます。でまたこのような形で戻して、でこういうような形でこういうふうに使うこともできるわけです。もう肘掛け、もう本当に肘掛けですよね。まあ、すごくくつろいでですね、ドライブができるという、これだけこれがあることによって車自体がガラッと変わるという、まあ、そういったアームレストになっております。最後、皆様も非常に欲しいなって思われている方も多いと思います。私もこれつけてみて、もう外したくない、そのぐらいいいものになってるんですけど、こちらなんとですね、今これ iPhone 置いてるんですけれども、 iPhone の非接触のチャージャーがついてます。でまたこちらに行きますと、ここにパワーアウトレットですね、ついてます。でまたこちらに行きますと USB-A がついています。あ、そうそう、すいません、忘れてました。これ A だけだからC とかないのって思われる方も多いと思うんですけれども、実はこちら、ここにもですね、なんと USB-A と Type-C がありますんで、もうこのセンターコンソール周りに USB-A がもう3つで、 Type-C が1つついてるんで、もう至れり尽くせりですよね、正直なところ。だからもう機能性という意味ではもう文句のない、そういった組み合わせになっております。で、ちゃんとチャージできるのっていうことなんですけど、これ iPhone X、もうこれ壊れちゃっててダメなんですけど、マグセーフ対応ということで、ちょっとお見せしたかったので、このような形で今設置してます。で、ちゃんとチャージができるので見ていただければと思うんですが、もうこのようにですね、iPhone X もバッテリーがもうおそらくこれダメになっちゃってるんだと思うんですけれど、起動した後見ていただければと思うんですが、ちゃんとチャージがされています。はい、ここの部分ですね、ちゃんとチャージがされているのが見えるかなと思うんですけど、また消しちゃったんですけども、チャージはされてます。もう熱くなっちゃってるんで、おそらくこれもうバッテリーがダメになっちゃってると思うんですけど、まあ、このように非接触でも充電も
できると、まあ、いうことになっております。でこちら見せていただきますと、ちゃんと滑り止めのマットついてて、もう全く滑らないようになってます。下こういう感じになってて、でここはもう樹脂になってるんですけれど、このような形でスマホを設置しておくということができるものになっています。でさらにこれフォーカスすべき点は何かと言いますと、ちゃんと設計も考えられておりまして、ここにノアボクシーの場合ですと HDMI の接続端子っていうのがついてます。ここですね。でちゃんとこのセンターコンソールを設置したとしても、これ干渉しないようになってます。これ一番前なんですけど、今でもちゃんとここのところなんですけど、コネクターがこういう感じで付けられるようにもなっていて、もうノアボクシーの専用設計になってます。さらになんですけれども、これまあ昼間なんですけど、イルミネーションもいろんなパターンで切り替えができます。ここボタンあるんですけど、一度外しますね。このようにカバーになってて、でここですね、ボタンがついていて、はい、こうしますと横輪郭の部分が青く光ります。でもう一回押すとカップホルダーの部分が青く光ります。で3回押すと縁の部分とカップホルダーが光ります。で4回押すと消えると。なので、まあ、4パターンですね、楽しめるということで、こういった、まあ、イルミネーションなんかもすごく重要なポイントになってくるかと思います。これによっていろんなパターンで楽しめるようになるわけなんで、飽きが来ない、まあ、そういった仕様のものになっているということになります。横から見た感じがこんな感じで、ものすごく収まり感がいいと思いませんか。もう私はもうすごく満足してるんですけれども、もうこれだけでも質感が高い、アルファードのセンターコンソールっぽくなりますよね。でかつこういったものもついてますし、アルファードどちらかというと、あちらはもう完全な高級志向のミニバンということなので、ものすごく質感を重視して作られてるじゃないですか。でこのノアボクシーももちろん決して安い車ではないので、非常に質感の高いところはあるんですけれども、足りないところをちゃんとこう補ってくれる、そういったガジェットになっているということになります。でこれじゃあどういった形になっているのか、最後ご紹介して締めたいと思うんですけれども、これはですね、また後ほどリピートチャージ Wi-Fi という黄色と黒の丸い Wi-Fi もご紹介したんですが、それのまたこれはグローバル版になります。でまたこちらがインスタント Wi-Fi というもので、こちらは非常に価格が安い Wi-Fi となっているんですけども、オッドキャストの P3 と絡めてご紹介していきたいと思います。でこのようにですね、 HDMI の接続を外します。でこうなってるんですよ。もう単純にはめ込むだけなんですね。でこれ下見ていただくと、見覚えのあるカップホルダーついてますけれど、こうなってます。だからこのカップホルダーをかぶせる形で使います。でまたノアボクシーの場合ですと、ここですね、ここの部分です。でここにマックスウィンの3連のシガーライターソケットを入れて、このパワーアウトレットの端子につないで、先ほどのセンターコンソールのセパレーター電源供給して使ってるんですけれども、まあ、こういったね使い方もノアボクシーできるので、いやさすがねトヨタだなっていうのをね、もう本当ね最近すごくね感じるところなんですけども、もう計算され尽くしてね作られてる、もうすごいいい車ですねノアボクシー、うん、っていうのをね感じるんですけど、こういったものを導入することによってさらにこの車の良さっていうのが磨きがねかかるということになりますので、もう一度元に戻したいと思うんですけど、でこれ前に寄せる、でマックスインの3連のシガーライターソケットを挿す。で最近ですね、もうね電圧を見ないとね不安なんですよね。でハイブリッドも置きバッテリーの電圧ちゃんと確認しておかないと、冬場パワーが起動しない場合があるんで、
やっぱりね、ここの電圧ってね、見ておく必要っていうのがちょっとあると思ってます。私個人的にはですね。まあそういうのもちゃんと見れます。あとは、こちら。まあここに、レッドマップルのスマホホルダーありますけれども、その電源です。それを、これなんですけども、このセンターコンソールボックスがあれば、このような形で差し込んで、スマートに使うこともできる。もう見た目が全然良くなりますよね。ちゃんとまとまり感、統一感があって。あとこういったリピートチャージバイパー。これも電気が必要なんで、こんな感じでケーブルにつなげる。ということで、こういうものがあるだけでも非常にまとまり感がある。まあ、何よりもですね、やはりこういうミニバンであっても、やはりこう趣味性っていうのがすごくあると思います。別にスポーツカーだけが趣味性が高いかってそんなことなくて、私ミニバンなんですけど、セッパーゴンの時代から乗ってますけど、やっぱり子供ができてからミニバン乗るようになったんですが、やっぱミニバンはミニバンの楽しさっていうのがすごくあると思いますんで、移動する空間ですね。移動する空間の中で快適に移動できる空間。そういった仕様作りという意味において、こういったガジェットというのは、満足いくものに仕上がっていくと思いますので、ぜひ、こちらの方、ご検討いただければと思います。もう私はこれ、すごくいいものだなと思いました。で最後に価格なんですけど、ページはこちらになっておりまして、楽天市場で販売されてます。で、エンブレム M カーストア。こちら、検索していただければと思うんですけど、このような形で、もうこれね、見るだけでも欲しくなっちゃうような、もうそういった仕様のものですよね。で、ご見ていただくとですね、A タイプ、B タイプ、C タイプ、それから中事故ってこう書いてあるんですけど、A タイプはガソリン車ですね。で、B タイプはハイブリッド。で、C タイプ、これまたセンターコンソールが異なるタイプ、SG ですね。このような形で、3つのタイプ、それから、ノア、ハイブリッド X。この4つの、仕様がなんと選べるということで用意されております。もうこの辺も非常にこだわって作られているというのがもう見て取れるかと思います。で気になる価格。なんとこれ、13,800円。これもうこの内容で13,800円だったら、もうね、買ってもいいかなって思っちゃうぐらいの価格帯だと思います、正直言って。だから、お小遣い程度でこう買えるぐらいの金額になってますので、非常に買いやすい。低価格で満足ができる製品になってるんじゃないかなと思います。でこちら、楽天、ヤフーショッピング、それからアマゾン、この3つの販売チャンネルで購入ができるようになってます。まあ、ここのリンクは概要欄に貼っておきますので、見ていただければと思うんですけど、で次がフロントのシートアームレストの価格ですね。まあ、今見えたと思うんですけど、12,800円です。それがこちらになります。もうこれもね、すごく良かったですね。もう僕これずっと取り外さずにこれをもう使っていこうかなと思ってるんですけれども、こちらもものすごい良かったです。これオデッセイ風ってこれ多分書いてないと思うんですけども、もうオデッセイにもともとこれ使われていた仕様のものだと思います。12,800円。これも非常に買いだと思います。で、前後しますが、スライドドアキットですね。一番最初にご紹介したやつですね。こちらが9980円。こちらになります。まあこれですね、正直言って少し取り付けの難易度が高いかもしれないです。正直な話。なので、先ほどご紹介したちゃんとした内装が剥がせるヘラをご準備いただいた方が確実に取り付けができると思いますので、そちらをプラス準備していただければ、簡単に取り付けすることができるかと思います。これをつけることによって、アルファード仕様のスライドドアができるというものになっておりますので、そういうふうな解釈で見ていただけると、非常に価値あるガジェットになるんではないかと思います。これもすごくいいものだと思います。で、最後、こちらです。コンソールボックストレーセパレーター、これですね。これもですね、写真で見ると分からないじゃないですか。今一つなんか良さというのが、
使ってみるとすごい良さがね分かります。でこれはもうドライブレコーダーとは全くこう違って、設置すればいいものなのか悪いものなのかってもうはっきりと分かるものになってますので、もう忖度とかもうそういうのって特に言いようがないです、はっきり言って。でこれ価格5980円ということで送料無料ですね、ということで、まあ、これも非常におすすめできる。でこの4つの製品をぜひレビューしてほしいということで、エンブレム M さんよりこちらご提供いただきました。ぜひこちらの方ですねお使いいただきまして、より一層快適なカーライフをですね皆様にも味わっていただければと思いますので、ぜひ概要欄リンク先ご覧になっていただければと思います。それではまた面白そうなガジェットありましたら皆様にご紹介していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。